こんにちは。テテマーチ株式会社という、SNS マーケティングを支援している会社で、Z 世代マーケティングの研究をしている、川又純子です。初見で、昭和レトロおもちゃで遊んでみた、という企画を通して、Z 世代のリアルな感性や価値観をご紹介します。レトロなおもちゃと、ご対面、お祭りおもちゃやバルーンなどを輸入、卸売販売するキッシーズ、名古屋市から、昭和レトロおもちゃ満足セットをいただきました。今回、参加するのは川又27のほか、竹井夏19、矢野良渡22。私たちがおもちゃで遊ぶ様子を、キッシーズのホールセール次長、細江友人さんがオンラインで見守ってくれます。カラフルで可愛い、レトロおもちゃ満足セット。可愛い、若者の間では、レトロブームが起きていると言われていますが、私たちにとっては、もの珍しいものばかり。29種類もあるので、今回は特に気になる5つ。1、水鳥笛。2、アメリカンクラッカー。3、型抜き。4、水ヨーヨー。5、トラバルーン。をご紹介します。遊ぶ前に、まずは、身なりをレトロっぽく整えてみようということで、手に取ったのは、水鳥笛。バル、川又、ディズニーランドで、ポップコーンバケットを首から下げてるような感覚だね。竹井、せっかくなんで、これぶら下げて写真撮りましょう。Z 世代たるもの、何事もまずは、身なりからこだわるのであった。気分が盛り上がったところで、次は、アメリカンクラッカー。なんとも、パリピ感を、彷彿とさせる名前だ。一体どんなアメリカンなおもちゃが、と思っていたら、出てきたものは、意外と見た目がキュートなこちら。細江さん、大阪のメーカーが一つ一つ手作りしているので、商品の希少価値がとても高いです。今、欠品中なんですよ。確かに、あまり見たことがないかもしれない。それゆえ我々は、このおもちゃに苦戦を強いられる。矢野、これ、どうなったら正解なのかわからない。竹井、クラッカー、っていう名前だから、鳴らすのかな。川又、細江さん助けてください。早速大きな壁にぶつかった。モニターの向こうにいる細江さん、ヘルプ。細江さん、これ結構難しいんですよ。僕もあざだらけになりながら、かなり練習したんですが。一同、おーおーおーを。川又、上下運動するんですね。難しい。紐の中心にあるリングを指でつまんで、上下に動かすと、ボール同士がぶつかり合って音を立てるのだ。遊び方が分かったところで、無心でカチカチ練習すること、15分。竹井、難しいけど、ちょっとコツ、つかめてきたかも。成功すると、スケボーでトリックした時と同じ感覚。ここで、TikTok のフォロワー数5万人を誇る竹井は、あることを思いつく。竹井、TikTok でも、流行りそう、レトロおもちゃを極めている人、のカテゴリーは、まだ空いている気がします。